よく聞け。いいか。今日中に、あのバカを殺さなきゃいけなくなったから、ここをキルポイントとする。どうも、こんにちは。KK こと狩野和馬です。冒頭のね、あれはですね、元ネタが水曜どうでしょうです。わからないという方は、ここをキャンプ地とするで検索してみてください。で、ターミネーターニューフェイト見てきましたよ。僕が行ったのはね、平日の昼間だったんですけど、年齢層がね、結構高かったっす。結構マダムとかね、ナイスミドルな方がね、結構いたんですよ。やっぱりね、ターミネーターっていうのは僕より全然上の世代の人たちが楽しんでたものだから、だからこれだけ年齢層高いんだなと思って、ちょっとね、びっくりしました。で、実際にそのターミネーターニューフェイトの中身なんだけども、僕がね、どう思ったのか、順を追って説明していきたいと思います。まずはですね、一番最初冒頭で、結構ショッキングな、もうシリーズファンからすればびっくりするような出来事から始まるんですけども、ネタバレがね、嫌だなって方はね、もうさっさとこの動画切ってください。結構びっくりするんで、もう忠告しますよ。忠告しましたからね。で、どういう出来事かっていうと、具体的には言わないですけど、なんだろうな、エイリアン2からのエイリアン3への衝撃再びみたいな、そんな感じなんですよ、あれは。もう完全に もう言っちゃってるようなもんか、これ でもね、俺はね、全然いいかなと思った、始まりでも。やっぱりジェネシスの段階で結構扱いがあれだったじゃん。だから、その今のさ、あの人の現状とか見ると、ああいう扱いになってもしょうがないかなっていうのはちょっとね、思うんですよ。だから、もうそう、今までのことね、全部なかったとして、こっから新しくやってやるぜっていう、その意気込みとして、俺はあの始まりはね、全然嫌いじゃなかったです。あ、いいじゃないかって思いましたよ、結構。そして、そっから、いつものように、ターミネーターが、こう、バチバチバチって現れて登場するんだけど、その道路の上に、こう、バチバチバチってなんの。で、バチーンってこう登場したと思ったら、その道路の下に落ちんのよ。このね、ちょっと外しギャグ。いいじゃない。ジェネシスではさ、なんだっけ、エミリア・クラークともう一人の男が、その道路の上で裸で登場したけど、それとはちょっと違いますからって感じの、この外しギャグがね、俺いいと思った。で、そこに登場したのが、マッケンジー・デイビス演じる、グレイスというキャラクターなんだけど、もう彼女が、もう全く色気のない感じがもうかっこいいの、すごい。その裸なんだけど、全然色気がないの。お尻とかもね、一回チラッと映るんだけど、もうそんな、もう色気は、もう女性らしさみたいなのも一切感じられないの。ターミネーター3の TX が結構その女性らしさを出して裸で登場したじゃん。もうそっちとは違いますからって感じの、やっぱ今回はね、その今までのシリーズの、その外しギャグみたいなところで、なんかすごい、今までと違う新しさをね、最初はすごい感じたんですよ。で、今回、登場した、新しい新型のターミネーターなんですけども、さっきの言ったグレイスは、ターミネーターじゃなくて、許可人間なんですけど、今回のターミネーターは、その登場したら、その近くにあった服をね、こう持つと、そのコピーできるんですよ。服、ふわーって感じで。その服のね、入手方法がね、ちょっと、なんか、その外しギャグとして、いいなと。やっぱ今までのシリーズは、やっぱ誰かしらから、こう盗んだりとかしてたわけじゃん。今回もグレイスだったら、男から服をね、もらってたりとかしたから。だからその、今回はそのコピーできますからと。そんな誰、どっかから持ってくる必要はありませんからっていうので、ちょっとね、おお、新しいじゃないかっていう感じで、俺はね、すごい良かったなと思ったんですよ。で、今回、登場した、なぜ追われることになってしまった、そのダニーとグレイスとそのレブナインさんの、この3人のね、逃走劇。まずね、このね、グレイスが、ハンマーでね、このレブナインさんをね、こうぶっ飛ばそうとするんだけどね、かっこいいの、すげえ。やっぱり身長も高いし、手足も長いからね、このハンマーアクションがね、すごい映えるの。めっちゃ映えるんですよ。なんでもね、このシーンを撮るときに、
なんかこう、ミートゥー運動かなんかあって、すっげえイライラしてたらしいですよ。あの撮影の時。だからね、その怒りがね、このハンマーアクションにね、映えてんすよ。で、そっから、まあ、重機と、まあ、車でこう逃げるカーチェイスが始まる。まあ、それ、でけえ車と、ね、から逃げるっていうのも、その2とか3の流れを組んで、あ、いいじゃん、いいじゃん、と。で、こう追いつかれて、あ、もうこれもやばいなってところで、リンダ・ハミルトンを演じるサラ・コーナーが現れて、銃を撃ちながらバババーンって出てきて、ロケットライチバーンって撃つって、いや、もうかっこいいじゃない。今回は本当女性陣のアクションがね、すごい見どころだなと。これはやっぱ今までのシリーズとは違う新しいものが見れんじゃないかなと思ってね、期待したんですよ。もうここまでは。いや、でもね、こっからもう僕のテンションもだだ下がりですね。どん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 下がってったの。なんだろうな、こう話自体すごいシンプルなのに、なんか無駄にいらないシーンがすげえ多いなって感じましたよ。なんかレブナインさんも今回はその今までのターミネーターのその特性に加えて分身の術が使えるっていうね、特性が出てきたんですよ。二人になれるってね。でもそれを使ったアクションとか見せ場みたいなものがね、あんまりなくて、なんか本当ただ追っかけてくるだけだから。でその追っかけてくるレブナインさんに対してグレイスとかサラとかが効かねえ銃を撃って逃げるっていう、その繰り返しだから、なんかね、本当に目的が見えなくて、なんかなーと思ったし、それにね、やっぱりね、今回ね、申し訳ないけど、俺シュワちゃんが一番いらねえんじゃねえのかなって思った。いや、もうほんとシュワちゃんは、もうほんとシュワちゃんがいたから、このターミネーターこれだけ続けられてきた、もう功労者ですよ。なんだけどね、でも俺はね、いらないんじゃないかなと思って、今回なんかシュワちゃんがいることで、なんか二重になんか必要ないシーン、最後のあのところとか、サラとのあのね、そのところとか、なんか二重にいらねえじゃんと思って、いっそのこといなかった方がすっきりしたんじゃないかなと。あとさ、そのシュワちゃんがその両親に目覚めたっていうのが、やることがなくなったから両親に目覚めましたっていう、その設定、そんなロボットが出てくるんだったら未来は結構明るそうだよね。いらなく、なんかいっぱい、なんかいいやつ未来に出てきそうだけどな、そんな設定入れたら。だからなんかいまいちほんと納得できない理屈が出てきて、ほんとね、テンションはね、ガン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 下がりましたよ。はい。そして、後半で、空中戦からの水中戦からの最終決戦っていう、こう怒涛のアクションがね、続いてくんだけど、このね、空中戦と水中戦がね、まあなんか飽きるんですよね、見てて。多分ね、これはね、僕的にはね、映像の色味がないから、なんか飽きちゃったのかなと思いましたね。前にそのアクアマンって映画見た時も、あれも映像すごいなんかいろんなことやってるけど、でもずっと青だから、なんか映像的に地味だなと思ってね、なんか飽きちゃったりとかしたんだけど、なんかそれと一緒で、最初の空中戦も結構灰色でさ、映像の色味ないし、水中戦は青だし、なんかそういう意味でやっぱこう飽きてくるのかなと思って。で、そこで、で、まあ最後に最終決戦。ここでね、そのダニーが、ここをキルポイントとするっていうね、その決断。なんであそこで決断できるわけ？その、賞賛があってそんなこと言えるわけ？その前のね、その、長く、細長く、その逃げることになって生き延びるくらいだったら、ここであいつを殺し、あいつを倒すために頑張る方が私はいいみたいな、その発想はいいよ。でもあそこをキルポイントとするっていうさ、その決断はさ、全く理解ができないんだけどなあいまいち乗れずこう最終決戦入るじゃん。でその最終決戦も、なんか回ってるやつファンみたいなさ、あそこにレブナインさんをぶち込んでいけるってさ、思った人いるの？シリーズファンじゃなくても絶対死なないよなって思わない？あんなの絶対あんなのさ、絶対無理だよねって思うと思うんだけど、いまいちほんとさ、こう盛り上がりがないのよ、心の。
まあそのグレイスの鎖を持ってね、こう回して鎖がマークションみたいな、あれはちょっとかっこよかったけど、それが本当に全然気持ちが乗ってこなくて、でね、やっぱその後最後ですよ、ここがね一番の問題。まずね、ダニーとグレイスの別れのシーン、いや将来的にはさ、2人はもう師匠と弟子ぐらいの関係かもしれないけど、現段階では別に何もないじゃん。だから何の感動もなくない？なんだろう、ターミネーター2みたいなさ、ジョンとシュワちゃんの心の交流みたいなものも全然ないから、なんか別にそんな感動ないよなと思ったし、それに将来的にはダニーはこうなることを分かってグレイスを過去に送り込んでるわけだよね。だったらあのパワーソースだっけ、あの爆弾2つ仕込んでおけばよくない？2つ持っておけばさ、生き残れたじゃんグレイス。あれ何なの本当に。うん、ターミネーター3のラストっぽいじゃん、うん、あれも結構本当にターミネーター3では叩かれた要因の一つじゃん、あれも。だからそれをさ、2つ持ってったことで生き残れたっつうんだったら、ターミネーター3のあれを逆にオマージュできるわけじゃん。何なの。もう本当になんかもう全然マジでテンションが上がっていかない決戦ばかりで、はい。とまあこんな感じで、僕は正直本当に楽しめませんでした。うん、もうジェネシスよりも全然僕はもう下になっちゃいましたね。期待してただけにちょっと落胆がね、大きいですね、これは。で、今回すごい良かったのがマッケンジー・デイビスだけど、続編があるんだよね。マッケンジー・デイビスいないんだったら、それはもうね、なんかな、あんまりこう続編を作られるってことになってもあんまり期待できないし、いや、本当申し訳ないけど、あんまり楽しくなかったですね。はい。ということで、今回の動画はこれで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。Thank you.